科学技術を制御するのは人間だ。理事長、他者の夢を共有する、まさに夢の科学だ。だが直に夢に触れることは暴力にさえつながる。あれは作るべきではなかった。またそのお話でしたか。 DC ミニは精神治療の新地平を照らす太陽の王子様です。夢を支配する、思い上がりは隙を生むものだ。支配ではありません。我々はクライアントとのより深い共感を目指しているのです。盗み出したテロリストがそうは思うまい。そんな、まだ悪用されたわけじゃ。必ずしも泥棒が悪いとはお地蔵様も言わなかった。パプリカ、開発されたサイコセラピーマシンで勝手な治療を行う女がいると聞いた。理事長ともあろう方が根も葉もない噂話を信じるのですか。パプリカのビキニより DC ミニの回収にこぎ出すことが幸せの秩序です。秩序、五人勘定だってです。カエルたちの笛や太鼓に合わせて回収中の不燃ゴミが吹き出してくる様は圧巻で、まるでコンピューターグラフィックスなんだ。それが総天然色の青春グラフィティや1億総プチブルを私が許さないことぐらい、オセアニアじゃ常識なんだよ。今こそ青空に向かって凱旋だ。絢爛たる紙吹雪は鳥居をくぐり、周波数を同じくするポストと冷蔵庫は先方を司れ。賞味期限を気にするブライの輩は花電車の進む道にさながらシミとなってはばかることはない。思い知るがいい、三角定規たちの肝臓。さあこの祭典こそ、内なる小学三年生が決めた遥かなる望遠カメラ。すべ集まれ、私こそがお大官様。所長、すぐだ、すぐにもだ、私を迎え入れるのだ。